もう自分のこう肉裂くような思いを精神的にする、もしくはそこを快感としてドーンみたいな気持ちいいんだよ。そうで優勝じゃない、そうだったんだろ、そうじゃなくて優勝できないっすね。そうっすね、すっげえ自分信じてた。おお、うわ、いい、熱いな、それ熱い熱いな、何何じゃ、そんな感じで選手に続いて続いて、イエス、次回はシャカシャーリーとタタワタワタイガです。タワタイガ右にいてるのが、はい、今年の B-Boy パーク、2005優勝者、はい、あ、俺の番だ。いや、そんな感じでええよ。変な愛は書いたよ、会話空いた間埋めるために使う頭よ、埼玉から音大前してるぜ、音大なんか出てない、本題に入る俺がチャンプ、ええよ、自分らに言われたチャンプしなジャンプ、そんな3ピン級のインでも俺はそこ頭にフェイトインしてく、俺が新トゥダベイタよ、普通じゃねえってことわかるかゼイタ、さらにデータ塗り替える男知っていた、横にわかるテラビスタピスタ、ヤスはミスタリスタ、まるで硬さならばクリスタル以上のもんだぜ、精神異常異常心ベイタでした、チェック以上、こっから技量俺なりに魅了する、こういう変則なりのうちらはコントだね、自分なりのこういうフリースタイルどんどんやってく、ミスタープリスタカルデラビスタ見せるマイクマスター、いきますか2本目、これがブレス式、今からやっていく意識織り交ぜる自分の中のそういう道、なる扉開けるの今この時だ、レジオ今チャンネル合わせな、ホント電波ノッキャルトロキャル、こんな言語俺ローカル、柏千葉千葉こっちみな鼓膜ジャックする、電波ノッキャル、俺らのこういう方式ブレス式、これからもボタンのあれ、こんな聴者こちら異常者、それはもちろん間違わない、マイクフォン1 YOうん、目の前ガラスのテーブル、つなげるぶっといケーブル、散らばるお菓子、この収録一切ないぼかし、横にはカルデラビスタ、スピーカーの前の兄ちゃんはあくまでリスナーよ、それでもかましてくフリースタイルよ、こんな感じで今日も上がっていくよ、かなりグタグタになりてもむちゃくちゃなやり方戦法よ、かなりドープな感じでいつもマンチな状態から抜け出し、今日はナチュラルでハイ、そっからバイミスなってく自分らのバイブス、つまんない退屈でも何かを採掘させるため、毎日ない道爆心チューン、もう一回やんないですか。俺はやり直しないです。今の盛り上がらなかったやろ。そうそう、いやいや乗せないと。いや、ちょっと俺が上がってこと。ええ、俺だ、ちょっとギネス悪い。全部ギネスが悪い。まあまあまあ、そんな感じで、みんなその今活動っていうか、まあ、当然作品も特にシンベータとかさ、うん、彼は作品も出してるわけやけど、うん、それとそのバトルに出る時のなんかその作品作る時とバトルに出る時のその心のありようの違いっていうのはどんな感じなの。そうです、でも全部一連で俺はすげえもっと知られたいとか、うん、誰よりもかっこよくなりたいとか、うん、そういう思いはあるから、作品出す時はやっぱり自分の中で整理してちゃんと足跡を残していくっていう、うん、でバトルは瞬発的なものだけど、でもそれでも俺はそこでも足跡を残したいなと。でも結局は作品に生きるため、俺はですけど、うん、作品に生きるための足跡とか、うんうん、作品を磨くために練習とか、うん、そういうスタンスですかね、バトル。練習っていうのは例えばフリースタイルしまくるとか、うん、しまくるとか、俺はあんまりそういうタイプじゃないですけど、やっぱ、うん、あの一緒に来るのオジバとかとさ、一緒にこう普段やってたりする、うん、たまにですけどね。俺はだから多分フリースタイラーのタイプ的に言ったら、うん、あんまり俺みたいなタイプは見たことないっていうか、普段からずーっとやってるわけでもないし、むしろ全然やんないときはやんないし、バトルって言われたときにその、ね、一瞬でパコーンって持っていくってことか。
だからフリースタイルしてどうこうとかよりも、うん、いつもやっぱビートとか聴いたり、うん、ライムとか書いたりしてる中で、うん、培ってきたものはやっぱ自然に出るから、うん、むしろそういうずっとフリースタイルして磨くとかいうそういうやり方はしないですね。カルはじゃあちょっと違うな。まあ、カルデラビスタもやりまくってるやろ。そう、まあ、ラップひどいよな。そうそうそうひどいんすよ。ひどいよ。だってそのメテオとかカルとかと一緒にいるとき、いつラップ始まるってもええようにこう唇濡らしてたもん。常に路上でこいつはしようって俺がせえへんわけにいかんだよみたいな。一回なんかメテオとあのサイファーやってたとき、俺とあいつしか集まってなくて、で全然なんか関係ないめっちゃキモいダンスを自分なりに踊ってたキモい女がいて、ほんでなんか旗から見たら多分3人組やってすんげえフレンツっすね。そう、俺やめたいんだけど全然メテオやめてもう仕方がないとバリキモい。いやもうやり続けたら、うん、もう自分の限界が分かるんですよ。あそれもすごい大事なことやな。大事なことなんですよ。ああ出てきたみたいな。本当にまあなんつうんだろう、普通にやって普通に出てきたっていう、もうそれを繰り返したらもうどんどん脳みそが使っていくわけじゃないですか、うん、なんかさカルの頭の使い方ってほんまアスリートっぽいよな、その脳の使い方が。ヒダヤとかもそうやろか、なんかイントレとかよう言うてるやん、うん、その脳みそをその常に5速に入れるためにしてカルかわいいギネスわかるかわいいの。いや頭大きいなと思ってそうか。機械券パスチケットナンバー10バーテンウォーターボルビッククラックラクレも油断大敵せつけることに専念洗練内面から上っ面、yeah. まずはワンツー空気かくらうシュライパイプ椅子下ろす腰沈黙の地衝突腰型強力倒しがたい吐く切るサク創造し飛ぶ、yeah. ポップ読書ぶし飛ぶ棒から行動へ、yeah. そして怒涛の攻防戦、yeah. 創造しセーブポップ読書ぶし飛ぶ棒から行動へ、そして怒涛の攻防戦。でもなんか俺が本当ラップ始めた時とかは、要は有名なラッパーとラップしたかったんですよ、うん、一緒に、うん、そうしたかった、うん、組手したいみたいなノリして組手したいんですよ。要は初めはやってて外から見てるかもしんないけど、自信つけたらそればっかりどんどん入ってって、うん、やりたいっていう気持ちはあったんだけど、あんまりそういう光景がクラブ回っててもなくて、うん、だったらまあまず自分がやりたいから、うん、じゃあ自分がそういう存在になって、うん、でラップフリースタイルやり続けるっていうのも多分続けるから、うん、要は自分がそれをなんだろうかまされるっていうか、うん、仕掛けられる存在にまずなって、うん、俺はそういう存在が欲しかったから、うん、絶対若手の始めるやつの、うん、そのやりたいってやつ絶対いるから、いつでも返せる先輩になりたいから。でそいつがやり始めてもう自分を脅かすような存在になればなったで、自分はそれが楽しいし、あ、うん、なんでそんなフリースタイルにハマったの。おもろいから、まあ、まずそうでも理由あるじゃないですか、うん、なんかこれがあってよく振り返ってみたら自分自身やっぱこうやってんなみたいな理由みたいな。俺は結構ビートボックスとかは口ちっちゃい頃からトゥルルルとかするのが好きやったっていうのがあるから、今よく考えたらあ、やっぱこうやってんなっていう今の自分のルーツみたいな。ほんでそうそう、下も目立つの好きやしみたいな。いや、まあでも全部自然の流れ。はい、そのフリースタイルやるのもその違ってでもなんでフリースタイル、例えばフリースタイル書く作業もみんな自然の流れで動いてる。いや、多分なギネスはそうやけど自分ら言いたいことめっちゃ多いやろ。うん、
実は山ほどあるそれはもう多分自然出てくるだろう。うんだから俺が思うのは、うん、フリースタイルなんでやるかっていうと、うん、俺はだからすげえもっと売名行為とか自分の宣伝に使えばいいと思うからヒップホップな、うん、そのために勝てばいいし、うん、そのためにディスるんだったらディスればいいし、うん、そういう踏み台にしていくっていうかやっぱり結局そういうとこなんですよ俺がいつも疑問に思うのは、うん、サイファーやって100人フリースタイラーが来てても、うん、現場じゃ見れなかったり、うん、現場じゃそれをそいつができなかったりするっていうのは、うん、すげえもったいない話だから、うん、だからそういうやつがどんどん切り込んでって、うん、上に立たないとなああそうやな、うん、そう俺も初めフリースタイルやんないラッパーだったんだけど、うん、なんかそれで現場でまず自分で曲を作って現場でマイク握って現場の中で目立つ存在になればなんかその食っていける道に繋がるって信じてずっとやり続けてきたけど意外に現場にはそういうものは転がってなくて転がってない道に落ちてないっすよ。じゃあなんかいい曲作って人前で盛り上げてでもそこをつかめないんだったらじゃあ何が必要かって思ってた時に俺は B.O. パークの MC バトルを見て、うん、いやこれでしょうと思って、うんうん、その説得力がつくんですよ。そうですね。結果が残ることに、うん、まあ手っ取り早いよね、うん、勝ち負け一番わかりやすい、うん、で1位が誰、うん、みたいな、うん、そう結局じゃあそっそういうのが大好きかな、うん、結果が分かりやすい姿勢、うん、それが別にバトルじゃなくても誰がいい悪いかはっきりするのが、うん、じゃあ結局はバトル出てるやつらは結局みんな結果が欲しくて出てるって感じでしょ。もちろんじゃないですか、うん、そこにみんなすごいやんもう、うん、意気込みがそうそうもう控え室とか先立ってるから、うん、そこになんでみんなすげえもうかけてるから その雰囲気がまた、うん、例えばなんだろうヒップホップやって食ってくっていうふうに考えたとしたら、うん、いろんな方法あると思うんですよ、うんどっかレーベル入って、うん、な売れ線の曲作ったりしてる人もいるけど、うんいるね、そこをやりたくない人たちってじゃあどうするかっつったら現場でがむしゃらにやってるわけじゃないですか、うん、バイトしながらとか、うん、でもそれでも食っていけないわけですよ、うん、拾う人がいないから、うん、ってことはってところで、うん、ようやく今日本で浸透し始めたってい う、うん、もう文化なんですよ。それが MC バトル。そうこの後じゃあそこで名前残した人が、うん食っていけるようになるかとか、うん、そうっすね。それをちゃんと残す、うん、せるかどうかっていう今ちょうどそのところだから。でもすごい一緒、うん。ここにいるメンツもこれに出てきたメンツも、うん、まあジャッジラップじゃないってことは確か。確か。いやいい。なんかまとめちゃったけど。そのまとめ。ほんま。いやでも実際。やっぱりな、全方向にアンテナ張ってないと、うん、真面目で堅苦しいかもしんないけどもうそれが本音っていう、うんうん、だ勝つことしか考えられへん、すでにビジョンゴミじゃないと勝てないと思う、うん、でも負けてもプラスになるのがバトルだから、うん、本当悔しいから負けたら、ね、負けるって大切よギネス負けたら俺いつも心配するわ負けてそのクラブから家まで歩いて帰るのがすごい大切だ。すぐ帰る家までネットから家まで歩いてるのそうあのコロの時もさあそこから中野まで歩いて帰ったの六本木からかみしめながらそうああいうのが次につながる俺的にはそう、うん、要は出続ければ、うん、いいわけですよ、うんヒップホップ楽しいね。
なんか人生を楽しむ手段を手に入れたような気がするわ。そうですね、なあ、一生できるよっていうか、まだまだ広げれるやろ。そう、そっからがスタートなんですよ、うん、まだまだ。This program is part by Nifty, Kokoro and Podcasting Juice.